今回はですね、先日行われました11月11日のアリエクスプレスの独身の日のセールで一番売れたスマートフォンを確認していきたいと思います。このね、11月11日のアリエクスプレスの独身の日のセールというのは、アリエクスプレスの中でもまあ1年で一番安く買えるんではないかと言われているね、まあ、非常に大きなセールになっているんですけれども、また期間がですね、11月の11日と12日のね、だいたい2日間しかやらないということで、まあ、非常にセール期間もね、短いということで、 まあかなり売り上げが殺到するということで、そういったガジェット系のニュースに限らずですね、まあ一般のニュースなんかでもね、この独身の日のセールのそのビッグイベントっていうのは非常にね、紹介されてニュースにもなったりするんですけれども、まあただ今年はですね、ちょっとこのスマートフォンというところでいくと、まあいろんなね、方がツイートしたりですね、まあコメントでもいただいてましたけれども、まあちょっと買うものがないなということで、 まあ毎年毎年ですね、このセールに向けて皆さんね、結構ね、お金を用意してですね、資金を用意して、買うぞと、一番安い時に買うぞっていうことで意気込んで、このセールに、セールをね、迎えるんですけれども、今年はね、本当にねギリギリまでいろいろね、解体さん端末、欲しい端末、安い端末ね、魅力的な端末をいろいろ探したんですけど、 まあ本当にね、ちょっとあまり買うものがないなということで、まあちょっと不作の年だったとは思います。それではね、そんな不作な年でも一番売れたスマートフォンは一体何なのかということで、まあちょっと今画面にチラッと出てるんでね、もうちょっとわかっちゃってるかもしれませんけれども、まあ一応確認をしていきましょう。もしかしたらね、皆さんが思いもよらないね、端末がめちゃくちゃ売れてたりするかもしれません。 それでは行ってみましょう。はい。それではですね、11月11日セールのね、トップランキング、携帯電話ということで、まあ、ここでね、アリーエクスプレスのオフィシャルランキングが出ています。それでは1位から見ていきたいと思います。まず1位はですね、えー、っと、これはですね、まあちょうどですね、プレミアセールと重なって、まあ確かにね、まあ結構売れたんじゃないかなと思いますけど、これですね、ポコ M4 プロですね。 価格の方は199ドルという価格です。まあこれはですね、まあ結構ね、そのプレミアセールに合わせてですね、えー、結構ユーチューバーの方がいろいろ紹介していましたね。まあ残ながら私のところには届かなかったんですけれども、まあなので結構そういったセールとも合わせて、ね、プロモーションなんかも成功して、まあ1位ですね、スマートフォンの中では一番売れた端末になっています。まあ価格もね、199ドルということで、まあ非常に買いやすい価格だったということもあります。 まあ、ただね、えー、私のチャンネルでは別にディスったわけではないんですけれども、それほどこうね、目新しい機能といいますか、あ目新しさっていうのはなくて、まあ単純に安いね、5G の端末ということで、まあ価格が安い端末の方がね、まあどうしても売れやすいので、まあまあこれはね、時期的なその発売とね、ちょうど発売日とそのセールがね、ちょうどいいタイミングだったということで、まあこれはまあそうでしょうね、まあ結構売れたんじゃないかなと思います。 それでは第2位ですね。第2位はこちらですね。えっ、ー、と、Poco X3 Pro ですね。まあ208.99ドルということで、まあ本当に1000円ぐらいしかね、この Poco M4 Pro と変わりません。まあ性能で言えばね、やはりこちらの方が高くなります。まあそういった部分を含めて、やっぱりコストパフォーマンスが非常にね、優れてるということで、まあ新しい端末ではありませんけれども、まだまだ売れちゃう端末ですね。第3位はこれですね。 えっと、リアルミー GT Neo 2ですね。まあ、こちらもですね、ちょうど新しい端末の、ちょうどプレミアセールって言いますかね、まあ、発売と同時にセールが始まるということで、まあ、やっぱりこういう端末が強いんですよね。まあ、新発売の端末が安く買えるっていうのがやっぱりね、非常に魅力的なので、まあ、これもですね、339.99ドルっていう価格で、まあ、非常にね、買いやすい価格になっています。まあ、ただ、先ほどの2台に比べると単価が高いので、 まあそういった部分で言うとね、単価が高い方がやっぱさっき言ったとおり売れにくいと思うんですけれども、それでも第3位に入っているということで、まあかなり売れたんじゃないかなと思います。まあちなみに私はね、えー、この端末買おうかなというふうに言っていましたけれども、実際にこれ買いましたね。えー、購入しております。またね、商品が届きましたら紹介したいと思います。それでは第4位ですね。第4位がね、これもね、ポコ X3 Pro なんですよ。 で多分これ画像が違うし価格が違うので、えー、ちょっとショップが違うんじゃないかなと思いますね。だからそうなってくると、実際のおね、アリエクスプレスの11月11日のセールで一番売れたスマートフォンっていうのは、ポコ X3 Pro でいいんじゃないかなと思います。まあショップ単位でいくとね、こうずれが出ていますけれども、まあ端末ということでいけば実際2位と4位に入っているポコ X3 Pro が まあ一番売れた端末ということになると思います。ちなみにですね、この2位とね、4位に入っているポコ X3 Pro を足すとですね、こっち側が5万986、こっちが3万9000でが4万ですよね。まあだから2つ合わせて、まあ9万台ぐらい売れてるということになると思います。まあね、ポコ c o の M4 Pro のもですね、まあこっちはあの1種類だけなんですけども、まあ一つのショップだけなんですけども、まあ単体で6万3000売ってるということです。 だから合計するとどうしてもね、やっぱりポコ X3 Pro の方が売れているのかなという感じです。それでは第5位行きましょう。第5位すごいですよ。弓デジのバイソン X10 ですね。X10 Pro かな ?X10 ですよね。こちらの端末ね、価格127.82ドル。結構安い価格で販売をしています。まあ、このね、ポコとかね、Xiaomi のポコとか、リアルミー GT とかね、 この中に入って第5位で弓でじってめちゃくちゃ頑張ってると思いませんまあ私でもね、私のチャンネルでもこのね、バイソンの X10 が紹介していますけれども、まあ価格も安いね、タフネス,スマートフォンということで、まあデザイン的にも非常にかっこいいですし、まあヘリオの P60 ですね。もう大ベストセラー映像し、ヘリオの P60 を搭載して価格127ノルで、かつ、 防水防塵対象気がついてるということなんで、まあ確かにこれもね、非常にいい端末だし、まあ価格が安いっていうのがあってね、やっぱ売れやすいということだと思いますけれども、まあ本当にですね、えー、いわゆるそのね、二流の中華スワホメーカーって言うとちょっとミデジに悪いですけども、ただ、そのね、えー、この競合の中でも第5位に入ってるっていうミデジの実力っていうのはやっぱりまだまだね、侮れないなという感じです。それでは第6位です。 第6位は、シャオミーの、イレブンライト 5G、5 G NE でしたっけ、えー、NE だったかな <laughs> そうですね。NE ってやつですね。えー、っと、こちらが、299ドルで販売してたということで、まあ、これも、まあ、シャオミーのね、端末で、軽量の端末で、えー、ミーレブンライト 5G の、まあ、後継モデルって言いますかね。まあ、ちょっと、 と、B11 Lite 5G は SOC に問題があったのか、供給に問題があったのか知らないんですけども、まあ、あちょっとね、ひっそりと姿を消してしまったんですが、まあ、その代わりに出てきた端末ということだと思います。まあ、非常に軽量でね、えー、まあ、シャオミの端末で、で、価格もまあ、そこそこですし、まあ、性能もそこそこということで、まあ、これもね、えー、比較的新しい端末だし、 まあ、あの、売れる要素は揃っているんじゃないかなと思います。それでは次は第7位いってみましょう。第7位こちらですね。あー、これはもうね、私も言ってましたけれども、ワンプラスナインプロですね。えー、559ドルね、約6万円台の前半で購入できるということで、フラッグシップ級ではなくて、リアルフラッグシップのスマートフォンがね、6万円台前半で購入できるということで、まあ、お買い得度で言えばナンバーワンだったんではないかなと思います。 まあただですね、これね、やっぱりコメント等でも頂い,いていましたけれども、結構、瞬殺だったと、私も争奪戦になるだろうとは言ってましたけれども、おそらく在庫がもともと少なかったんでしょうね、だからちょっとき絵的な要素もあったのかもしれないですね。 で、実際ですね、そのストレージが上のモデルなんかがす、少、どうしてもね、販売がこう、鈍いので、え価格も高いし。まあ、要はそっちをいた方なく買わせるような、ちょっと巻き絵的な要素も、えー、あるのかなというところもありますけれども、まあ、それでもですね、まあ、第7位に入っていますので、まあ、売り切れになっちゃってるってことですね。だからちゃんとね、在庫がしっかり用意されていれば、もっともっと上位にね、入ったかもしれません。ただ、この559ドルっていうね、比較的高額な端末で、 第7位っていうのは、まあ非常にね、ま数も売れてるでしょうし、まあ売り上げの金額としてもかなり立ってるんではないかなと思います。それでは第8位いってみましょう。第8位はまたリアルミーですね。リアルミーの、リアルミー GT マスターエディションの、まあこれグローバル版ということです。289.9ドルということで、そうですね。やっぱり上のね、さっき紹介したミー11、シャオミレ11ライト NE ですね。 ま、あの辺と同価格帯ですし、まあ、SOC も同じですよね。ということなんで、まあ、ライバル端末ということになると思いますけれども、まあ、非常にね、えー、背面のデザインなんかも凝っていて、まあ、日本でもね、えー、ちょっと人気が出た端末だと思います。はい、それでは第9位ですね。第9位は、これ頑張ってますよね。この中でキューボットが第9位に入ってきたっていうのは結構ね、本当にキューボット頑張ったんじゃないかなと思います。 えっとね、キューボットの MAX3 ですね、えー。こちらの端末は私も紹介してますね。えー、確か紹介していると思います。最近ね、どの端末を買って、どの端末を紹介してるかもうわかんなくなってきましたけれども、えー、私の記憶が正しければ、開封動画を上げているんではないかなと思います。まあ、これもですね、109.99ドルということで、まあ、非常に買いやすい価格、防衛のスマートフォンということと、あと画面がでかいということですね。まあ、6.95インチということで、非常にね、大画面のディスプレイを搭載しています。 まあただ、私もね、開封の時に確か紹介していると思います。ちょっとね、その大画面を活かしきれてない部分はありますけれども、まあ、スペック的には非常にね、映える、あの、大画面になってますし、まあ、価格も安いということで、まあ、これはキューボットとしてはね、本当に大金星といいますか、結構頑張ったんじゃないかなと思います。それでは、第10位ですね。第10位もこれで、また来ましたよ。弓デジ、なんとかギリギリね、トップ10に入りました。弓デジの A11 Pro Max です。 まあこちらも紹介してますね。今年も、こちらも最近私、開封動画紹介していますけれども、ヘリオの G80 を搭載して価格が139.99ドル。まあ実際もっと安く売ってますよね。ここに129.99ドルって書いてあるし、確かクーポンでもうちょっと安く買えたと思いますんで、まあ、全体的な性能、バランス、デザインですね。そういったところも含めて、139.99ドル。まあ実際は1万円台前半で購入できるという端末だったんで、 まあこれもですね、まあ非常にまあわかるなとお。やっぱりローエンドでかっちょいい端末で、まあそこそこ性能がいいということで、まあ第10位。まあ弓出しもこれもね、結構頑張ったんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はですね、11月11日のね、アリエフスレスのビッグセールね、独身の日のセールで一番売れたスマートフォンは一体どれなのかということで紹介をさせていただきました。まあ一応ショップ単位で売れたのはポコ M4 プロだったんですね。 まあただ、端末で言えば、ポコ X3 Pro がまあ一番売れたということになると思います。まあ、大体ですね、まあ、見るとね、まあ、そんなにこう、まあ、なんて言うんでしょうね、驚きはないと言いますか、まあまあ、あ納得のいく順位と言いますかね、まあ、予想できるような順位だったんではないかなと思います。まあ、その中でも私がびっくりしたのは、やっぱり第5位に入っているバイソン X10 ですね。まあこれ非常に結構価値がある第5位じゃないかなと思います。だって相手がポコとかシャオミとかね、 ま、リアルミーですよ。あとワンプラスも入ってる。この中で、弓デジが第5位に入ってきたっていうのは、ちょっと驚きですし、第10位にもね、えー、普通のスマートフォンが入ってるっていうことが、まあ、ちょっと今回のね、このベスト10、ウレスジベスト10という中では非常に驚きましたね。だから弓デジの端末っていうかね、弓デジやっぱりいいとこを狙ってるんじゃないかなと思いますね。まあ、逆に言うとね、あの、オーキテルとか、ブラックビューとか、そういった中華スマートフォンメーカーの老舗メーカーはね、 全然ここに出てこないんですよね <laughs>。まあだからそういった部分で言うと、やっぱり弓でじって人気もあるし、 まあやっぱり魅力のある端末を、ねまあ、作っているーメーカーの一つではないかなと思います。まあ、ちょっといろいろ言われているところはありますけれども、まあ、私自身も弓、ね、出自体は応援していますし、まあ、これからも、ね、端末紹介していきたいと思います。あ,あともう一つね、あのリアルに GT-NEO2 を買いましたけど、もう一台弓出自体の端末を自分で購入をしていますので、まあ、これも、ねまあ、言ってますので、えー、また届いたら、ね、紹介をしたいと思います。はい、まあ、ということで、ね、ちょっといろんな話になってしまいましたけれども、 まあ、どうでしたかね皆さんが購入した端末、まあおそらくベスト10に入っているんではないかなと思います。まあ商品の方はですね、まあいつ届くのかということですけれども、まあ出荷された端末もあるし、リアル m ー GT-NO2 については私の端末まだはあの発送されてこないですね。まあやっぱりね、人気のある端末等がですね、発送に時間がかかることもありますし、 まあそもそもね、アリエクスプレスの場合、まあ在庫持ってないなんていうこともありますんで、えー、本当にね、年内に届けば、まあまあいい方ではないかなと思います。まあ、いいクリスマスプレゼントになるといいと思います。はい、今回は以上です。